はい、今ですね、長野県にいます。長野県で今中央高速道路ですね、中央高速に乗って、今阿智のパーキングエリアってところ今いるところです。休憩してるところです。でこれから長野市方面に向かうためにね、今住んでるところなんですけど、まあ結構山々綺麗ですね。夜とかすげえ寒かったんですけどね。でも昼間は結構意外に温度が上がってます。でこちらが長野市の方面、岡谷ね、諏訪湖とかの方面です。でこっち行くと名古屋方面です。でこの阿智のパーキングエリアっていうのはね、まあそんなに大きなパーキングエリアじゃないんですけどね、まあ休憩があったらね、山崎の、コンビニなんかもあるんで、まあそこでなんか買って食べたりすることができます。あとパーキングエリアなんですけど、一応ね、ガソリンスタンドなんかもあります。で中央ハイウェイバスっていうのもあって、 JR の東海バスね。で昼亀温泉までね、ここから行けるみたいです。いいですね、景色が綺麗だね。向こう側見ると山とかね、まだ結構ね雪が残ってます。すごいですね。まあ、これから中野正面に向かいます。で本日平成25年の4月の13日です、土曜日です。朝10時50分ぐらい、ちょっと寝坊しちゃったんですけどね。桜がまだ咲いてますね。もう遅咲きですね、やっぱ長野は。